はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パープルヒーローズ、じゃあ前回の続きからやっていきたいと思います。メインラウンド第1試合を勝ち抜いたところになりますので、第2試合に向けて、日程を進めていきましょう。次は4日目ですね。試合のマークが日程表についているので、で7日目に第3試合があるといったところになります。じゃあどこに行こうかな。調子はまだ大丈夫だと思うんだよね。バイト、大会事務所、仲間をスカウトしよう。大会事務所、小川さんがやっていると。こういうキャラだったのかって。スカウトをできる選手を紹介してくれる。スカウトできる選手がいる場合に限ると。手数料が必要、まあ金がかかるってことですね。そりゃそうだ。紹介できるのは3人。白い白菜、水野、草野。水野ピッチャー星237。あ、ちゃんとここら辺も書いてあるんだね。能力とか見れるのかな。見れない。これスカウトしなかったらさ、日程進まないのかな。いやー、好感度が上がるってことは日程進むか。じゃあ今日も行動ができるので、対戦グッズマートだな。やっぱり今はとにかく試合を勝ち抜くっていうのが重要ですからね。矢部くんの調子はマックスにしておきましょう。2700円なんで。さて、そこからロックオンバットはやっぱり高い。スケスケゴーグルだな。これで1試合分の金は調達できるでしょう。海岸丸って何。もはや意味がわからん。山崎さんでやんす。会社で野球部のマネージャーやってるの、どう雇わないって何。金かかんの。人を雇うには金がかかるからね。まあ雇おう。よろしくお願いします。あれ、単純にマネージャー獲得になった。はや。じゃあ能力アップを見て、特殊能力のねコツが欲しいんだけどね。パワーとミートを中心的に上げたいんだけど、まだ上げられるだけのあれはないな。とりあえずオールインにしておくか。精神も上げて、精神というか補給か。とりあえずオール E。 どうなのこの能力今の段階の。はい、じゃあちょっと試合に行きましょう。ちょっとねキャプチャーの調子が悪くて、時々ね収録がね止まっちゃうんですよね。試合中にちょっと止まっちゃったら申し訳ないんですけれども、今回は古代かときめき青春高校か青葉か。こいつどうなの古代大学って。ここいっぱいいるね。総合力240だから先にときめき青春高校と戦うか。待ってたぜ。お前らがパワフルヒーローズだな。ときめき高校だなと。メカミックス君、この青葉君は確かすごい変化球を投げるって大会前から騒がれてたでやんす。物知りじゃねえか。超新魔球回。そう、これいつも読みづらいんだよね。ガンダープランも使いましょう。で、スケスケゴーグルも使いましょう。 OK。 オーダー変更、ピッチャーだな。ピッチャーをどうするか。鋼は普通か。スバルね、スタミナ少なすぎでしょ。レベル5でまだ F だよ。いつ増えるんだ。そうすると、まあ、とりあえずやっぱり鋼だな。スタミナは高い方がいいんで。じゃあこのオーダーでいきましょう。なんか本当にね途切れ途切れで申し訳ないですね。イレブン効果コンビが発動と。中井くんの守備力、究極の野球能力をめぐる戦いもついにメインラウンド2回戦に突入しました。一塁側はここまで快進撃を続けているヒーローズ、その実力は本物か。対するはかつての不良たちが今ギラギラ眩しい輝きを見せる。今日はドッキドキの試合展開になることを期待しましょう。青春ときめけ、ときめき青春高校。さあ、めっちゃ不良だなこいつら。ときめき青春高校、エキサイティングなバトルが予想される。荒れた空港から立ち上がってない。なるほどね、そういう設定なんだ。さあ、左打席に入った彼は三森左京。
さあ1球目、左京と右京とかマジ見分けがつかない。投げた初球すっぽ抜けました。余計な力が入ったか。投げました。いいコースだ。スイング空振り、タイミングが合いません。第3球をこのコーナーのね投げ分けが高速シンカーはストライク、本当にまだ慣れない。これで追い込みました。微調整がね難しいんですよね。これは完全にボールです。おっと失投か、大丈夫か、ちょっとフルカウントになってたけど、行き見すぎてしまったか。うわー、結局フォアボールかよ。見送ってフォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えます。いや、先頭バッターのフォアボールは最悪で、しかも走られた。ここでそれ送ってくるよな。まず1点バントしました。あっとショーフライになった。これはちょっと空振り三振を狙って、ヒーロー先制のピンチ。ここで送ってくるの、揺さぶるね、めちゃくちゃ揺さぶるね。完全なボール球、あっとスリーバント。ピッチャーの左が転がった。ピッチャーあったのぞ。よし、 OK。 アウト、ランナー三塁に進みました。これはかなり危険だな。球威のある直球、バッター動けません。さてコーナーに投げ分ける。ダメだ、見送ってボール。よし、内角低め見送ってストライク。さあ追い込んだ、高速シンカーを。やばい、危ない危ない危ない。ファールボール、投げた。おお、これは、おお、怖い怖い怖い。なんだろうな、すみません、2分にね、なんか1回くらいね止まっちゃうんですよね、キャプチャーが。これをずっとやり続けるのは、うわー、全然動けねえじゃねえか、あいつやばい。今回の動画はちょっとグダグダになるかもしれないですね、申し訳ない。そこはサクッと勝負を決めたいけど。内角高めいっぱいストライク、キレのあるボール投げました。超新魔球界空振り、やべ、追い込まれました。こいつはずっとこの変化球で来てんな。打ちました、ファウル。粘る。第4球投げました。ストレートは外してくるか。危ないボール、超新魔球界投げた。小山君に取られた。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ストレートか、これを狙い撃ちにしていこうと思ったけど、おお、際どい。まずは様子を伺います。もう一球ストレート、打ちました。よし、ヒットになります。おなぎりアンダーを放ちます。さてここでミカミックスだけど、ナックルカーブ。あっと、これ危ない。これをどうすっかな。ちょっと一球見送って、ナックルカーブも見送ろうで、ストレート、これだ。第4球は早い、外角高めストライク。振りが早い、追い込まれています。打ち上げてしまったか。レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、取りました。かなり上がりすぎたな。ボールは中継、これで2アウト。さあ日野、さあ初球、日野もねどんどん打っていこう。コーナー攻めてきます。これはボール、超新魔球界見送ってボール。投げました、これはストレートか、高めのストレート、全力ストレート。投球これから4球目、いいね、失投を見逃さなかった。逆転ツーラン、点は取り返す。さあ1球目投げた、これはどうだ、いかないか、気取るか。第2球を投げた、これはボール、これはボール、ナックルカーブ。投球3球目投げました。ナックルカーブ見送ってボール、カウント2ワン。投げました、インハイ空振り。微調整になれないとな、本当に。これ入ってくる、怖いね。ボール、フォアボール、外れてフォアボール。6番バッター田中君、第1球をパワーが全くない。ナックルカーブはストライク。第2球を投げた、打ちました。一応合わせていった感じだけど、おお、スライディングキャッチ。チェンジです。さすがに足が速いね。チャライもここにいたんだ。投げました、よし、ストライク。おお、いいね、いいコースに決める。外れたボール、誘いますがバッター手を出しません。やるね、打った。よし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 、自分でベースを踏んでアウト。と踏んでアウト。打席には7番バッター。これ低めのボール球だったな。これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト。ときめき青春高校、追う展開を迎える3回です。
ランナーがいる。ワンアウト。走ったか。ほら。速いね。さすがに速い。では一塁ランナーは二塁に進んでいます。肩がな弱いからな。さすがに速いな。キャッチャーの肩もやっぱり重要だよな。空振り三振。よし。さあ打席には神宮寺が野球場と。オヘ。第2球は神宮寺ってどういう能力か。打ちました。これはライト。ライト前進。どこ？あははは。やっちまった。神宮寺二塁決定。最悪だ。またランナー三塁。三塁打になってしまった。タイムリースリーベースとか言われちゃったよ。まずは初球。初球を。これは田中山ダメか。やばい。ヒーローズ勝ち越しを許します。3対2厳しいな。さあ矢部昭雄この打席は何を見せてくれるのか。打ちました。矢部お前なら内野安打。矢部全然能力低いからなまだ。田中山くん。ここでバッターは田中山。変化球には手を出さずにストレートを狙い打っていこう。これはでもこうだよな。これ入ってくるか。入ってくるね。マジか。超新魔球界はね横なんだけど打ちづらいよな本当に。第4球を打ちます。いや本当グダグダで申し訳ない。ちょっと再起動をかけてみたのでこれでうまくいってくれればいいんですけれども、続きをやっていきましょう。4回裏、2アウトのランナーは1、2塁。バッターは鋼。一応パワーはそこそこあるからな。内角低めストライク。勇み足したスイング。第2球やはり勇み足になってんのか。これはどうだ。いいんじゃないか。センターへの打球きっと走れるか。おらよし同点。ナイスだ鋼。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。これはボール。ストレート狙い撃ちにしていこう。よしよしよし。抜いた。気持ちのいい当たりを見せてくれます。ここで矢部君やってまいりました。しまった。サードこれは守備範囲内。二塁アウト。やべえ、もうちょっとな。強くなってくれればいいんだけど。青葉がいなくなったね。よっしょけ。まずは先頭打者塁に出て三上ピッツ。青葉様の王子様打ち上げてばっかだなこれ。日野くん頼れるのはね、こんなね王子様よりね日野くんだよ。日野くんの方が全然強いし。最高の4番だなこいつは。うちのチームので、中井くんが続いてねホームランを打ってくれればね追加点でだいぶ助かるんだけど。よし走れるかこいつセカンドまで。オッケーオッケーオッケー。中井二塁までご到着しています。初安打。田中山お前も絶好調。いい当たりになった。いいね田中山くん。さすがだ。よしこれで3点差。さらに1点追加。6対3。これで自動で進むかな。あ進む。1点取られてるし。ヒーロー追加点のチャンスを迎えました。日野さすが出てるね。ドスコイ体勢。これはちょっと見送ってスライダーか。やはり田中山くんだな。思わず避けます。さあ次の球。おっと失投か。投球3球目。あ失投が多いね。余計な力が入ったか。よしさすがだ。日野の足なら余裕だな。いや日野くん強いわ。これで3点差。3点差になると一応自動的に進んでいくね。点めっちゃ取ってくれたし。尾崎くん、ま、絶好調なんで最後は任せるか。てかさ微妙に危ない塁だな。プレ
ットを出しません。しかもまださ、ワンアウトか。カットボールか。何を投げてくるか。やばいやばいやばい。センター前のヒットこれで何点差？3点差か。点差を3点に縮めました。どうする、水木を出すか、ちょっと変えよう。変更。あれ水木もう出ちゃったのか。ってことはだよ、山口の方がいいかな。山口に変えよう。大体さ、仲間になったら弱くなるってさ、どういうことよ。よし、これから2球目、高めのストレートからの落とす。おい、失投。マジ勘弁してもらって。あぶねえ、今のは助けられたな。さあ仕留められるか。え、これはこれはちょっと待って、セカンド落ちた。ポテンヒットだよ。アンダを許します。やばいな。ピンチが続きます。打席には2番バッターが入ります。これは取れればめっちゃ助かるんだけど、それはさすがに無理か。さあ打たせたぞ。さあ月を打たせた。ナイスだ。あぶね、マジ危ない。ヒーローズ見事勝利しました。いやー、よかったよかった。9対6、結構怖い試合だったな。さて、これでまた2人ゲットですね。まあ青葉が入って、やるじゃねえか、お前らの力認めるぜ。青葉をゲットして、生まれ変わったヤンキーみたいな。どうしようかな。パワータイプもね、欲しいっちゃ欲しいんだけど、こいつは本当に守備がしょぼくて肩もしょぼいな。どうしようかな。スピードタイプか。右京と左京って何が違うの。左打ちか右打ちかだけ。能力的には変わらないんだったら左京の方がいいよね。でもね、ビジュアル的に小山くんなんだよね。能力うんぬんっていうよりもビジュアル的に小山くん。僕もチームに呼んでもらえるの。ショートでもセカンドでも頑張るから。うちさ、ショートとセカンド結構いっぱいいるんだけどね。キャッチャーが圧倒的に足りてないからな。完全に趣味で走ってるよなこのチーム。ブロンコもさ、だってセカンドでしょ確かこいつ。どんだけセカンドとショートを補強してんだよ。大会18日目、なるみのチームランブルオーシャンズの試合。これを偵察か。なぜか青葉が一緒にいるな。まあ確かにな、特訓だな。今日は見たいアニメがあるでやんす。録画してこなかったの。やるでやんす。オイラに任せとくでやんす。一瞬嫌そうにしたよな。特訓メニューは、やっぱり休みにするとみんなの調子が上がったりするのかな。でもまあバッティング練習にしとこう。ナイスバッティング。スバル、水木、田中山。おーし、田中山くん、球速が1上がった。これ1なの？コントロールとかさ。レベルいくつまであんの？コントロール1って、1ランク上がったわけじゃないからね、だって。はい、というところで、ちょっと動画の方がですね、グダグダになって申し訳ないんですけれども、ちょっとメンテをかけるんで、一旦ここで終了したいと思います。本当に今日は、すいませんでした。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよかったら見に来てください。